15、16、17、18! あと18日か、長えな。まだまだあるけど、まあ、あと2週間ちょっとね、ついに映画が、でね、俺ね、調べたんだ。ラインナップ。もうラインナップネットに出てるだろうと思ってね、前回ゲットした資料はこれなんだけどさ、調べたら、もうブロリー、いたまいないわけやねえんだよ。レモンの時代出てて、ね、前回出たじゃん。ブロリーいねえわけねえのは分かってたんだけどさ、おデザイン、超かっけえぞ、ブロリーということで、4箱をゲットしたから、なんとか5ブロリーは、5ブロリーは出した。いやー、できれば6行きたいけど、狙いは5ブロリー。もうブロリストなら5は行きたいよな。あとはシークレットではシークレット。前回はピッコロさんとご飯のね、シークレットが出て、最高にテンション上がったんだったけどさ、残りのシークレットね、まさかの。ま、いや、この箱で多分出ると思うから、ちょっと、まあ、俺は目標は10ブロリー行きたいけど、とりあえず今日は4箱しかね、ゲットできんかったから、5だな。最低5。5を出したい、5ブロリー。5ブロリー出して全種コンボ決めれたら勝ちなんだけど、いやー5ブロリー来るかな。6ワンボックスで2枚ぐらい被ってくれたらね、一箱で。前回は1枚もでも丸まんまなかったしな。一発、カーマインね、カーマインは前回出たからチラッと見てね、カーマインカードスーパーヒーロー20番の、いやなんかこの映画のね公開日がね、そのままっていうのもなんか面白いよね。直してないんだよ。6月11日に直ってないっていうのも、それもなんかびっくりだってね。普通なんか直すんじゃないのかなと思ったけど、まあでも作っちゃってたんだろうね。で、作っちゃってたから、ピッコロさん、おぉ、かっこいいなぁ。このピッコロさん前回出てないね。この肌の色がちょっと明るくなってるから、あれは潜在能力を引き出してる、覚醒ピッコロさんっていうかパワーアップピッコロさんだな。4番だったのは SH の04、4番。冷静沈着な、沈着冷静な性格で、自分に厳しく他人にも厳しい、ご飯の師匠であると、秘められていた力が解放され、己の限界を突破するパワー。おそらくね、コンプはね、余裕でもうこの箱でいけんじゃないかなと思ってる。この箱で、コンプリートは。ただ、10は今日無理だと思う。10は今日無理だな。5ブロリ、パンちゃんね、パンちゃんも前回出ているから、まあ、チラッと見まして、SH のね、7番。のシールと、スーパーヒーロー7番のシールで。いやー、ブロリーいてくれたら嬉しいよな、やっぱな。ブロリストとしてはブロリーいないとやっぱ燃えないからね。あんまり燃えないから、ブロリーがいるってだけでかなり燃えるじゃん。ブロリーがいる、なかなか出ねえな、でもな。マゼンタ。なかなか、ちょっと、粘ってるのがあれだけど、前回出なかったのが痛かったよな。後半でさ、チライ&レモンが出た時に絶対ブロリーいるって確信になったんだけどさ、出な、おー来た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 、揃ったわ。アルティメッティご飯ロゴゴで、スーパーご飯ロゴゴ、おお、ダブル揃ったぞ。シークレット、まさかのね、俺悟空かベジータ来ると思ったんだけど、なんとね、まあ言うけどシークレットで全部ねご飯とピッコロさんなんだよね最高じゃない。 S1 と S2がご飯で、 S3 と S4 からピッコロさんなんだよねまだ3の方は出してない、4の方は出してるんだけど、うわすげえ、アルティメッティご飯ロゴだ。最強優勢戦士が精神を覚醒させ限界超え無双状態のアルティメッティアルティメットフォームに変貌、驚愕せよ、これがスーパーセントサイヤ人なのか。うわー強そう、すげえ、スーパーご飯ロココの潜在能力が開花した姿と。ああ、これな、これな、スーパーご飯ロココ。開花した姿がドーン、うお、強さだから、ポーズがいいね、ぽっ。めちゃくちゃ強そうさ、アルベットご飯ロココ。かっこいいですなー。よし、ダブル、あとはピッコロさんだな。あと、5枚でコンプだ。あと5枚でコンプで、もうこの箱にいけるわ。5枚でコンプで、ピッコロさんの、シークレット3番だな。 S3 を出せば、いやー決まる。あとでもブロリーなんだよな、ブロリーがなかなかで、このご飯も初だわ、このご飯も前回出なかったやつだから。あと4枚でコンペ、6番孫悟飯、ピッコロと共に最愛の娘パンを救うべく立ち上がったご飯。あ、なんかパンちゃんさらわれんのか、そうか、娘パンを救うべくって書いてるから、なんかさらわれたりなんかするんだろうな、人質で取られんのかな。で、強敵たちを倒すため潜在能力を解放し最強の戦士になりますと。
ご飯史上で最強にして究極の姿とかご飯史上で最強にして究極の姿、これはもうね、あと18日だからな、あと18日トレーニングして待っとくしかないな。トレーニング余計に握力鍛えて、待ってしかねえな。え、マジ次やるとドキドキしてきた。でもブロリー出さないとさ、ブロリーさ、あ、これも発生、あと4枚か、ドクターヘド、なんかスーパーマンみたいなさ格好してるよこれね。他のネットのラインナップで見たんだけど、ドクター、あ、ドクターヘドすげえ格好してるなと思って。ドクターヘド、レッドリボン軍に雇われた天才科学者、人造人間を生み出す卓越した技術を持つガンマ1号2号の生みの親、スーパーヒーローに憧れているとか。スーパーヒーローに憧れてるってことは根は悪いやつじゃないのかな。でもなんでレッドリボン軍の方についたんだっていうね。いや、もうそういうのも映画見ないとわからんよね。まあドクターヘド初ゲットコリンで来まくってるわ。もう余裕でコンプ決まりそうなんだけど、ベロリーどうした、なんでだ、ベロリーを頼むぜ、ベロリー来てくれよ。だなー、お、クリリンと18号ね、このシールもすごい気に入ってる。前回出たけど SH12 のカーバーシールでね、クリリン &18 号、そしてブロリー、カモンブロリー、ガブロリー、アクロケパワーアクロケブロリー、ブロリー頼むぞ。ダンカーリン様、このシールもすごい気に入ってる。前回めっちゃ綺麗だよね、カリンとのてっぺんっていう感じの空が、で後ろから刺して五光がまたカリン様いいよな。17SH17番のシールになっておりますけど、やばいな、ちょブロリーどんだけ意地張ってたやつ。おい頼むぞブロリー、ブロリーカモンカモンブロリーカモンブロリー、これで出るぞブロー。ベジータ、ベジータも前回出てたよね。ベジータと悟空はダブルで出てたからもう揃っております。やべえな、ベガンカサイヤ人、サイヤ人は出るけどブロリーが来ねえな。頼むぞブロリー、ささっピッコロさんね、このピッコロさん出たよね、前回。ピッコロ大魔の分身でナメック星人と3番のシールになっております。やべえなぁ。ブロリー本気出したから、これ4箱開けて1枚も出なかったら問題ですよ、これ。大問題ですよ、これ。電話するわ、マジで。ブロリー出なかったんだけど、見て。よ、おーパワーパワー、みなぎってきたわ。すげえ、大魔したいね、ブロリー。いや、マジ、大魔剣ブルンってすげえ、大魔剣ブルンってさ、うおー、大魔剣が共鳴してる。俺の大魔剣と貴様の大魔剣が共鳴。8番、ベロリー。圧倒的な戦闘力を決めたサイヤ人。憧れる圧倒的な戦闘力。普段はおとなしいが怒りに我を忘れて暴走し手がつけられない。父パラガス星に超スパルタで育てられたとか。来たわ、ありがとうございます。とりあえず俺あの今回一番欲しかったシールは、でもまだあと4枚出さなきゃいけないから今日はな、あと4枚出さんと話しんだな。頼むぞ、出てくるよ、4枚、あと4枚だからな出るから微妙なところやな、なんかな。これさ、孫悟空ね。これはもう前回ゲットしてるからね、孫悟空。1番、もちろん1番でしょ。1番の。でも今回なんか活躍するの悟空とかベジータじゃなくてさ、ご飯とピッコロっぽいよね、なんか。ご飯とピッコロ、いや、楽しみだなぁ。ご飯とピッコロが活躍するっていうあの主役になってるっていうのがなんか、いい感じだと思うんだけど、あんまりね、悟空とベジータ活躍しない感じするんだよね、ブルマね。ブルマも前回ゲットしておりますよということで。で、右半分が終わりと。大丈夫かな、ブロリーワンボックスで2枚くらい出てほしいんだけどそんな甘いことはないかな。ささっとゴテンクスね、ゴテンクスも前回ゲットしてるからね、ゴテンクス。そしてここからが左半分の戦いになる。いやマジでか、ちょっと甘く見せたかもしんねえな、これ。あとピッコロさんも出さなきゃいけないからさ、ピッコロさんシークレット出ないな。 3の方だよな、4は出てるから。大丈夫、出るかな、めっちゃ怖いわ。出なかったら次の方でしょ。まあでもあと3箱あるから、まあ5点もね、前回ゲットできてるからチラッと見て。いや頼むよ、ほんと出てくれよ。ブロリーもこの箱でかぶり出したいんだから。ガンマ2号ね、いや名前来たら嬉しい。ガンマ1号2号のデザインマジ好き、かっこいいよね。指針アイスタックダブルみたいなね、ゼロみたいな
感じの、いや、なんかかっこいいよね。いや、いい感じ、いい感じ。強えんかな、まあ、強えんだろうな。ピッコロとご飯とかさ、こう対峙してるシーンとかポスターであったし、あの二人と戦えるってことは相当強えよな。孫悟空ね。よし、やべ。ブロリーも被んねえかな。いや、ブロリー被ってよ、被るんだったな。俺まだまだブロリー出さなきゃいけないんだから、前回の、ドラゴンボールとビックリマンのコラボ、ブロリーの映画の時はさ、結構出したんだよね。めっちゃ、結構かなり出したわ。でも、今回はちょっと、あんまり出せない感じがする。やべ、どうしようかな。ブロリー、でもブロリー祭りだったからね。前回はね、映画ブロリーの時っていうだけあってさ、あれは最高だったな。ブロリーその俺たち泣いたよな、あれはな。ありがとう。ブロリーこんなにいてくれてって感じで。あとコンビニのキャンペーンとかでもさ、お菓子買ったらブロリーのカードもらえるとかな。いや、いろんなのあって最高だったよな。でも今回は、まあブロリーは、あ、出たけど違う、シークレット出たけど、アルティメティご飯ロココの方だ。こちらピッコロさんの方が欲しい。それやっぱ、主役なんだろうな。だってシークレットダブルでピッコロさんとご飯だからね。ピッコロさん&ご飯だぜ。すごくない？普通、てか今まで初じゃねえか。シークレット4枚あって、キャラ的には 2キャラだけっていうのは。すごいと思うわ、これ。あ、孫悟飯ね。これ、あ、これ出てたっけ？孫悟空の長男、高い潜在能力を秘めながら、もう、戦いを好まず穏やかに生活していたが、最愛の娘を救うために、あ、やっぱパンちゃんがなんか、ね、さらわれたりするんだろうな。子供の頃が学者に憧れていたとか。はぁ、これ持ってないはず。初だと思うからこっちに入れとくわ。これ初だわ。あと2枚か。あと2枚でコンプか。あと1枚だった。あと1枚、ピッコロさんでコンプだ。ピッコロさんの、ピッコロの3、SH、シークレット3。そういうことが、惜しい。ピッコロのシークレット3番。で、コンプリート。あと1枚、こんなこと、いやでももうシークレット2枚出てるから、シークレット3枚どうだろう？あるかな？シークレット、おー、ブローリー！これさ、ワンボックス2枚確定だったら8枚はいけるよね。3枚は多分ないと思うから、2枚、最高2枚だと思うんだ。シリが8、最大8枚までいける。8ブロリー！マジでか！うわ、かっけえ。俺もこれ着たいな、上のこのスパッツみたいなの。ピッチピチになる上の黒いスーツ。これかっこいいよな。やべ、ブロリーだった。ブロリーじゃねえか、ばっかやろ。よっしゃ、じゃんけんかっけ！今日の筋トレ燃えるな。やったぜ。今日の筋トレ爆発するぞ、おい。よっしゃ。で、もうブロリーは出ないと思うから、でもピッコロさんも出ないと思うな、ピッコロさんも。シークレットだからさ、シークレット入ってて2枚だと思うんだよな、ワンボックス。3枚も入ってるか。3枚も、入ってないと思うんだよな。このご飯もかっこいいよね、このご飯ね。いや、しかし、まあ、望みは捨てずに行きましょう。あと、3パッキーか。これ入れて、3パッキー。来い！あー、クリリン18号か。クリリン18号ね。クリリン18号。そして、頼むぞ。来いよ。頼むぞ。ブロリーはもうないでしょ。ピッコロさんも可能性、あー。レモン&チュライね。もう前回こいつら出た瞬間にもうブロリーは確信になったもんね、いると。まあ、ブロリー映画にもちょっと出るってね、なんか情報ゲットしてたからさ、いないわけねえんだと思ってたんだよね。ブロリーも戦うんかな。いや、フルパワーになってほしいな。フルパワーになって上司はだけてさ、ペクトルスメージャー見せてほしいね、でげえ。バトル見てえわ、台湾。いや、すげえ楽しみだわ。ブロリーをサポートしながら3人で生活しているっていうね。よしよし、オッケー。で、次、最後ね。これで、ね、もうワンボックス目が終了で、ね。どうなるかな。これピッコロさん出たら奇跡だけどな。ピッコロさん、出てこい、やったりー。どうだ、出ないよね。トランクスもなんかね、欲しかった。これ欲しいね、トランクスのね。ビックリマンの格好して欲しかったな。トランクス何でも似合いそうだな。でもここはあえてノアホームの、ノアトランクスホームそれちょっとダメだな。さすがに 何でも似合うとはいえ、それはちょっと似合わんかもしれない。ちょっぱだから最高のボックスでなったわ。ブロリーが2枚かぶって出てくるなのよ。奇跡ミラクルレベル6戦ガイリッチのガイリッチのペクトルスメージャーだからね。で、この200個目でもう2枚出てくれたら4枚ゲッティだから、4枚ゲッティ、ブロリーゲッティ。これは楽しみすぎえな。まあ、前回はな、ちょっと
ワンボックスなかったし、中途半端本当入ってたんだと思う、ブロリー。ただなかった5パッキーの中にブロリーが入ってて、出なかったんだと思うな。ただ今回全部未開封だから、もうブロリー祭りっしょ。できれば、2枚、でも3枚はないよな。3枚とかあるかな、ブロリー3枚。同じ箱にブロリー、そりゃさすがにねえよな。あ、一発でベジータ。被るんだったらもう全部ブロリー被ってほしいなっていうのもあるけどな。ブロリー全部。シークレットな、ブロリーあったら最高だったよな。シークレブロリーな。お、ベジータからもう。悟空、お、最高並び。最高並び。何この最高の並び。めっちゃ嬉しいんだけど。ベジータからの顔からっていいじゃないか。そして、ブロリーじゃない。サイヤ人、トリプルサイヤ人がソロ、ガンマ2号、人造人間が来たか。ガンマ2号ね、人造。そういえばガンマ1号今日来たっけ？ガンマ2号しか来てない気がするね。ガンマ1号まだ来てない気がするね。ガンマ、トランクスティね。トランクスティ。トランクスティが入りまして、ベジータとブルマの炎手がずるいよな、マジで。最強のボディ、最強の頭脳を手に入れて、そしてイケメンというね。ずるすぎるわ、金持ちだし、そしてさ、お、ゴテンクスティ。ゴテンクスティからの、ゴテンクス、トランクス、そしてブロリッショ。何の繋がりも出てない。まあ一応ね、サイヤ人の血が流れていると考えれば。頼むぞ、サイヤ人繋がりで。おー、スーパーゴハンロココ。これかっこいいよな、ほんとな。すげえ気に入ってるんだけど、シークレットはピッコロさん出そうとコンプできる。あとピッコロさん出たらコンプだからね。おそらくこの箱でいける。この箱でコンプはいけると思うのだが、いや、わからんな、これね、あのね。怪しい雰囲気が漂っててね、コンプできたとしてもブロリーがもう1枚も出ないっていう可能性。俺ブロリー出ないとコンプできたらブロリーが2枚だけじゃちょっとね、倒れるぞ。俺ブロリー2枚じゃ足りんぞ。せめて5は欲しいんだよな。ブロリストなら5は欲しくね。5ブロリーだよな。あ、パンちゃんね、パンちゃん。パンちゃん。こんなちっちゃい女の子でも俺らがついてるから強いっていうか辛いよな。俺らはワンパンでやられるぐらいの。悲しくねえよ、それほどサイヤ人の血っていいよな、サイヤ人の DNA な。欲しいなー、ブロリーの DNA が欲しいわ、俺にもブロリーの DNA が。ブロリー DNA があればな、コンクリートパンチで割れるよな、電柱な。電柱をラリアットに投げ倒せる最高じゃん、今やろ。そしてブロ、あ、ベジータベーダー。ベジータも被ったな。ベジータ被ったらブロリーが一番、いや、被るならブロリーがいいなー。で、まだ左半分もあるしな。ピッコロさんを狙いつつ、あのブロリーを狙うっていう。お、ガンマ1号入りましたね、ガンマ1号。確かになんかこっちの方が、ね、なんだろう、沈着冷静っていうか、クールな感じが、落ち着く感じがするよね。2号がさ、なんかお調子者なんだよね。ややノリが軽く1号にたしなめられること。なんかデザインそんな変わんないのに、ね、ちょっとお調子者って感じがする。なんか不思議な感じですわ。気のせいかな。ガンマ1号、2号ね。よし。そして、頼むぞ。おい、頼むぞ、ブロリー。まさか、ノーブロリーボックス？ノーブロリーボックスだったらマジきつい。1枚ぐらいは出てくれない。あー、惜しい、コンプだと思ったのに。これ4だわ、4。S4 じゃなくて S3 の方、S3。でもさ、ゴーストアリババとさ、ピッコロの合体で予想できたみんな。俺、びっくりしたね。ゴーストアリババとピッコロの合体かと思って。ピッコロシソジュラとかさ、まあ、ブラックゼウスとかだったら普通なのかな？ちょっとあえてこっちを行ったのかな？これ斜め上行ってるよね。ゴーストアニバーとピッコロさんを。そこでノアホームが、ノアピッコロホームとかね。ノアピッコロホームもねえな、さすがに。俺ノアホームすごい好きなんだけど。似合わないと思うな。いや、すごいな。ゴーストアニバーピッコロだからな。惜しかったな、かすったな。S3 かまいね。これを持って。いやー、やばい。もう2枚出ちゃったわ。3枚あるかな、ワンボックスに。シークレット。3枚、あ、いや、でもないんじゃねえかな。もう出ないんじゃない。あとはこの箱ではブロリーを補充するっていう。まさか1枚も出ないで終わりってことはないと思うからさ、こっから左半分の戦いに。1枚もブロリー出ないと終わりか。いや、ちょっときついんだけど。1枚ぐらいは出るだろ、さすがに。さっき2枚出たのすげえラッキーだけどさ、1枚しか出ないってことはガンバにもな。1枚、しか出ないっていうのも結構なんか俺的にはきつい。2枚出てほしいね。1回目で2枚出ちゃったからもう2枚求めちゃうわ。本能がブロリーを2枚求めてしまう。ワンボックスに。ワンパッキーで、あれ、あの、ワンボックスでさ、1パッキーだったらまあ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 。
ブロリーはそんなもんかと思っちゃうんだけど、2パッキー出たからね。2パッキーズ。2パッキーズ出ちゃったからさ、そう考えると欲が出ちゃうよね。うわぁ、シークレット入ってたのに。え、待って、ピッコロさん、ちょ、え、待って、あと200個しかないんだけど、もうこだこれ出ないわ。シークレットきっと3枚も入っとった。S3 が出ねえ。やべえ。S3 が出ねえ。ちょっと待って。最初にコンプ決めてからブロリーハンティングでもいいんだけどさ。え、やばい、出ないぞ。ちょっと待ってって。ガチきついぞ。S3 が多分もうこの箱では出ないと思う。おそらくだけどね。まあ、確定的なことは言えないんだけどさ。出る、いや、出てほしいよ、そりゃ。この箱で、S3。でも3枚出たんだよ、もう。シャーパワーブローリーカーボンブロー、ブローリー !3 枚目。シャー、あと1枚出ないかな、この箱で。とりあえず3枚いった。あと2枚で目標達成。よし、いや、かっこいいなー。最高じゃないこれ。だからブロリーやっぱさ、あの、悪魔側のさ、悪魔の格好をしてほしいっていう、ちょっと俺的には気持ちがあるよね。まあ、あの、魔性ネロとゴリゴリくっついたけど、魔性ブロリーネロでも、魔性ブロリーでもいいんじゃない？かっこいいぞ、きっと魔性ブロリー。まあ、でもさ、ブロリーだからな、なんでもかっこいいんじゃないか。たとえ十字架天使でも。十字架ブロリー天使ってちょっと見てみてよな。どんな感じになるのか。カーリン様、やっぱ出ねえかな。あともう一枚ブロリーと、いやー、頼む、ピッコロさん、コンプさせて、この箱で。この箱でコンプさせてくれよ、ピッコロさん、いいじゃねえかよ。コンプさせてよ、もう。いいじゃん。コンプ、コンプこんなきついんか。シークレットで、あ、まあ、シークレットだからな、そうだよな。シークレットは苦戦するか。頼むっていいじゃん。クリリン&18号。そして、待って、あと5パッキーぐらいじゃない？ちょっときついよー、頼むって。ピッコロさん頼むよ、マジで。ダン。レモン&チライ。やばいぞ、これは。はい、これ、あの、レモンのフィギュア欲しいんだけど、レモンのフィギュア1個持ってないんだよね。レモンのフィギュア、ちょ、レモンフィギュアコレクション始めたいんだけど、チライは結構持ってるんだけどね、チライね。レモンまだ1体も持ってなくて。もう、あの、どんどん出してほしいね、レモンのフィギュアもね。ブロリーと一緒に飾れるようなレモンのフィギュアも。トランクス、トランクス、そして残り3パッキー。もうダメかもしれん。ブロリー、1枚で終わりか。でも、1枚出ただけでも感謝だよな。1枚出ただけでも、もう大胸筋に感謝を込めて、ありがとう、ブロリー。カメイ。そして2パッキー。やっぱピッコさん来ねえか。ワンボックス3枚出たからな。シークレットが。もう出ねえよ、さすがに。ドゥルッドゥルッドゥピッコロさん。いやー、このピッコさんかっこいいんだけど。やべえね。S3 のこのピッコさん出てほしいんだよな。これ最後ね。200個目最後。ブロリー頼むぞ。もうこれだったらブロリーだろ、最後。ブロリー。キャラブロリー、ドゥルッドゥー。ファイアブロリーパウ。パンチャー。クソ、出なかった。200個目終わり。やべえ、ちょっと焦ってきた。超余った落ち着け。大丈夫、出るよな。コンプできるよな。俺コンパ余裕でいけると思ったの。ただブロリーが5枚いけるかどうかっていう戦いになるかなと思ったけどさ、コンプきついんだけど、コンプ。ブロリーはなんかいけそうな気がする。ゴブロリー。ゴブロリーいけそうな気がしてきたんだけど、コンプちょっときついかも。ピッコロさんが出ない。S の3のピッコロさん。マジで、なんでこんな苦戦ブロリー、ブロリーの苦戦すると思ったんだけど、ブロリーはちょっと待って、あかんねん。ピッコロさんの方が、苦戦してるよな、これ。やばいぞ。ピッコロさん、まあ、シークレットだからな。そうなんだよ、そこなんだよ。シークレットなんだよ。まあ、当たり前か、シークレットが簡単に出るわけねえからな。で、でも、2、3枚は確定で入ってるから、俺の運が悪いだけなんだよな。2、3枚シークレットがあるから、それで欲しいシークレット外してるの俺だからさ、俺が運悪いんだよ。頼むぞ！もうこの箱に出したいぞ。待って待って。最後の箱に残ったらどうしよう。めっちゃプレッシャーなんだけど。やだ！頼む！お、また悟空、ベジータ。さっきもさ、あ、ベジータ悟空だったよね。順番的に。これ順番あんのかな？なんか。ベジータ悟空、あ、ガンマ2号ね。ガンマ、な、1号よか2号の方がたくさん出てるよ。まあ、体感だけどね。数えてみないとわかんないけど、最終的に。なんか多く、いやでも多く出てるよな。ガンマ2号の方が。で、トランクスが出まして、ちょっと、大丈夫かな？マジで怖えわ。コンプできないの一番きついんだけど。頼むぞ、コンプ。
ゴテンクスね、トランクス、ゴテンクス、そしてもう出るだろう、もういいだろう、ピコさん出てくれ、 S3 頼むぞ。やばいって貴重な貴重なシークレットークが、いやまあでもいいけど、これめっちゃ気に入ってっから、この S1 のスーパーゴハンロゴもめっちゃ気に入ってっから、まあ嬉しいんだけれど、ピッコロさんはマジで嘘だろ、 S3 レア中のレアなんだが、ガチ出てね、頼むぞ。まあ出てあと2枚ぐらいは出ると思うから、シークレットまだ可能性は全然あるよな、可能性はあるんだけど、嘘だろ、超怖え、マゼンタでしょ、そう。ブロリーも、あの、もうすぐ来てほしいね。ブロリー。ブロリーも早くゲットしたいし、コンプも決めたいし、コンプリート、あ、パンちゃんね。やばいな、コンプちょっと待って。コンプ、こんな苦戦するのか、みんな、これコンプどうだった？ニアコでできた？コンプ。俺結構、きつい戦いに陥ってんだけど。嘘だろ、マジでかよ。すんなりコンプはさせてよ。コンプリートはさ、すんなりさせてくれても、ベジータに帰ってきましたと、コンプはすんなりさせてくれてもいいじゃん。ブロリーはさ、ブロリスの宿命というか、ブロリスの戦いだからさ、まあ頑張って5枚ゲットするっていうね戦い。でもコンプはいいじゃん、コンプは、コンプもさせてよ、コンプリート。やべ、マジやべ、え、ガチやべえんだが、頼むって、コンプリートさせてくれ、頼むだろ、出てくれ。うわ、ちょっと焦って、ちょ、マジで焦ってきた。あと 1.5 だもん。一箱と半分。1.5、1.5。え、待って、1.5、やばいやばい。ちょっと、もう余裕はないぞ、これ。余裕がなくなってきている。孫悟天。ダリーで、左半分に、突入ね、こっから。ちょっと待ってって。もう余裕ねえぞ、俺は。もう余裕ねえぞ。孫悟飯でしょ？孫悟飯。え、いつもブロリーも出ねえじゃん。ブロリカム、ブロリパワーパワー、ブロリーも出ねえ、ドクターヘロー、ブロリー出ねえ、頼むぜブロリー、来てくれブロリー、頼むブロリー。やべえわ、クリタソと18号、シークレット、うそ、でもシークレットまだ1枚しか出てないから、絶対もう 1,2 枚は出るはずなんだわ。え、シークレット枠は、それがピッコロさんが、多分この頃コンプいけるだろう。いけんかったらどうしよう、マジで。コンプいけんかったら、ちょ、待ってって。最近なんかコンプリートができないっていう、スパイラルに。コンプリートできないスパイラルにハマってんだけど、カービィと鬼滅クーナッツ、そして、この、ドラゴンボールびっくりマン。嘘だな、もうその、抜け出したいぞ。頼むぞ。あれチール、あ、当たった。ブローシーオッケー、あと1枚。とりあえず、あと1枚ゲットできれば、ブロリストとしての勝利は確定する。オッケーオッケーオッケー、ありがとう、ブロリー、流れは変わったな。流れは変わった。ブロリーのマッスル、ブロリーの筋肉のおかげで、流れは変わったぞ。これで、ピッコロさんが来てコンプリートしよう。ピッコロさんが来てコンプリ、三国ルルルルルルッテルルルー。ドゥルルルドゥルドゥルルルドゥルルル、ブロリーのかぶりドゥルルドゥ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 、突か突か突かタイマン突か突かドゥルルルルルルルドゥ、やべやべやべ、うそ、ドゥルルルルドゥルルドゥルルルドゥドゥドゥタイマン、ドゥルルルタイマン、トゥトゥ、あー、トゥ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 、もうダメかもしれん、トゥ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 、シークレット出たのに、なんでピッコロさん出ないの、嘘でしょ、 S3 が出なさすぎる、ちょっとやばい、どうしよう、 S3 が出ない、どうしよう、マジでコンプリートでレモンちゃん絶対最後の方で出てねえ、こいつら。レモンちゃん。ちょ、待てって。ちょ、待てよ。ちょ、待てよ。ちょ、待てよ。そこで、ちょ、待てよ。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 マジ、ふざけんじゃねえぞ。マジ、ふざけん。嘘だろ。
ブロリ、せめてブロリ出てよ、せめてブロリ出て、お願いブロリ、ブロリカモンブロリカモンブロリ、出なかった出てる、3箱目終了。これやばいわ、これ瀬戸際来てる、瀬戸際。こんなことなるか、マジでガチのマジでさ、こんな展開になるか、ちょっと待ってって、コンプできないかもしんねえじゃねえか。これラストだからね、これラスティラスティラスティ、マジでラスティ、ちょっと待って、これラストなんだが、おい、ふざけんなって。ブロリー5枚はいけそうな気がする。これね、1枚以上出ればもう勝ちだからね。ブロリー5枚出て、対してブロリストとしての勝利、あとコンプリーターとしての勝利は、全種類コンプリーターとしての勝利。ちょっと待ってくれ、やばいって、コンプできないかもしれない。嘘、ピッコロさん頼むよ、 S3 頼むぞ、もうこれ最後だから、ピッコロさん出てくれよ、もう冗談じゃねえぞ、コンプできねえとか。三角、待って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 、三角って4角だぞ、4角全部、しかも前回のと合わせたら5箱でしょ、もう5箱も回復してコンプできないってか、鬼すぎない？びっくりマン強すぎるだろ、5箱も回復してコンプできないってか、鬼すぎない？おい、ピッコロ、とりあえずあれだわ、あのピッコロさんを出そう、 S3 のピッコロさんを出して、それからブローリーを5ブローリーで締めるという、先にコンプしたいで、うわ、マジかマジか、ちょっとおつけ、大丈夫、呼吸呼吸、深呼吸、カエルの呼吸を、カエルの呼吸、大丈夫だ、いける、不老不死の、不老不死のカエルの呼吸、嘘、違うか、でも流れ的には最高だったね、ダブルご飯。そして、いや、もうでも興奮してまいじゃねえんだ、もう笑えなくなってきてるぞ、俺は。嘘だろ、頼むぞ、ピッ、うわー、マジでか、ピッコロさん、これ入ってなかったら終わるからね、普通にね。ピッコロさん。Is it three のピッコロさん、ドゥルって。クリ18。クリ18。ほんと、ほんと、頼む、頼む。嘘、全部で、ね、24つで5箱開けてんだぞ。頼むぞ、コンプだろ、これも絶対。ドゥル。はぁ、神様ね。いや、すごい青空が、青いね、背景すごい好きなんだ、あのシール。しかしもうね、もう、ねえ。その余裕はなくなってきてんだよね。それを堪能する。頼むぞ。うわあ。危ねえ、マジ危ねえ。今の絶対そうだよな。シークと S3 のピッコロさん、ありがとう。オッケー、コンプだ、危なかった、ゴーストピッコロアリバーバー、オッケー、これ S3 間違いない、 S3 のやった、ありがとうございます、ゴーストピッコロアリバーバー、悪の心の化身でもあったダメック星人ピッコロが魔洗礼を受け、史上最悪の魔界ヘッドに変貌したと。ピッコロありがとう、来てくれて、噂ね、天使アリババも魔洗礼受け悪魔になった、オッケー、ちょっとこれはもうちょっと10秒見ていい、10秒、ありがとう。あとはちょっと間違ってないね、コンプ決まってるよね、間違いないよな、最後にもう一回確かめてみるけど、これでコンパ決まったはずだから、あとはブロリーを出して、5ブロリーでフィニッシュ。おー、最高の展開だわ、気持ちよく終われるわ、これ。最高の展開。いやー、よかった、コンプできて。いや、本当によかった。マジ怖かった。おー、バイブロリー、バイブロリー、カモンブロリー、これでコンプ、あともしね、もう一枚出たら、6ブロリーだぞ、6パックブロリー、もうこの時点で大勝利かけ、もう大勝利中の大勝利確定、ありがとうございます、コンプ&5ブロリー、オッケー、コンプリーターとしての勝利で、ブロリストとしての勝利、ありがとうございます、いやー、これ最高だ、もう全種コンプ&5ブロリーの後のプロテインと
ウエアス、めっちゃ目の真っ赤なことが楽しみだな。腹すいてきたわ。早くも全部開けてさ、ブロリーあるかどうか。あともブロリーの、できれば、あのピッコロさん1枚しかないから、あの、かぶり欲しい。かぶり出ねえから、かぶり。あのピッコロさん、かぶり出てくれたらすげえ嬉しい。つうか、乗ってね、お前、乗るな、乗るな。バカなことだろ、お前。一枚しかないんだぞ、ピッコロさん。できれば、かぶり欲しいな。出ねえかな、かぶり。で、これ右半分終わりね。いや、よかった。とりあえず、あの、コンパ決めることができたから、みんなでね、最後並べて見ることができ、まあ、間違ってないと思うから、まあ、一応確かめるけど、間違ったとしよう。なんか出てないのあるか、でもシークレットも全部出てるし、間違いなくコンプリートは決まってるはずだから、いや、よかった。マジ危なかったわ。もうあのピックさ出るかと、あのシークレットまだもう1、2枚ぐらい出る可能性あるから、今まで最後3枚出てるからね、あと1、2枚出る可能性はあるから、かぶり出てくれたらすごい嬉しいんだけど。っていうか、5箱開けてあれ1枚だよ、ピッコロさん。うわ、めっちゃレアじゃん。まあ、たまたまかもしんないけどね。でも、少なくとも俺は5箱開けて1枚だからすげえレアだわ。あのピッコロさん、おぉ、ご飯ね。このご飯は、今日3枚出たっけ？結構出てるよね、これ S のご飯ね。さ、S3 のピッコロさんが強かったなぁ。いや、てか、ピッコロさん自体があんま出ないんだよ、ピッコロ。ピッコロ自体があんま出なくて、シークレットの。ご飯はすごい出るんだけどね。ご飯のシークレットはかなり出るんだけど。いや、強かったら、おっしゃ、奇跡起きたんだけど、かぶった。何この運の良さ。うわ、かっこいい。これ腕組みポーズがいいね。ゴーストピッコロアリババ。最高ですなぁ。キラッキラだわ。やったかぶった。え、マジすげえし、あとブロリーもう一枚ぐらい出てくれたら本当に、やべ、大勝利どころじゃねえぞ。頼むぞブロリー、ここまで来たら行こうぜ。シックスパックの向こう側に行こうぜ。ブロリー、頼むぞ。あと一枚ブロリー来い。ブロリー、ブローリー。ちょっとこもうね、運使い果たしたわ。もう今年の運はほぼ使ったんじゃないかな、これ。マジでか、6ブロリーできた。やったあー、ロックブロリーありがとうございます。かぶりも出たしね、ピッコロさん。やったこれ、7ブロリー、さすがにそれはないな。出ても2枚だから、これで打ち止めだな。もうこれ以上の勝利はねえわ。ありがとうございます。完全勝利、完全勝利。もうこれ以上の勝利はねえ。これ以上の勝利はねえ。もう完全完璧、もうほんと完璧に勝つ。完全に完璧に勝つ。これこそ。いやー、すげえな。これぞ完全勝利ってやつだろうな。もう、いや、もうこれ以上の勝利やねえわ。やったぜ。いや、よかった、ピッコロさん被り出て、マジで。一番全部できれば5種ずつは欲しいんだよね、正直ね。ただやっぱシークレットレンジはきつい。シークレットノーマルはもちろん簡単、つうか、まあ、出てくれるんだけど、シークレットやっぱ少ねえな。シークレット5種ずつゲットするのはかなりきついわ。でも頑張んなきゃな。欲しいが、いや、映画の記念だからね。スーパーヒーロー。でもドラゴンボールの映画の時のビックリマンは絶対、去年もそうだったけど、ブロリーの時もそうだったけど、記念だからさ、たくさんゲットしておかないとダメだよな。ということで、これが最後のワンパッキーとなります。ありがとうみんな。ちょっと長くなっちゃったけど、ここまでつけてくれてありがとうな。コンプできたぞ。6ブロリーもできたぞ。それでは最後に並べて、よっしゃー、完璧だ完璧。ダブルチェックした。間違いね。1から全部ある。悟空、ベジータ、ピッコロダメ、ご飯ダメ、パンちゃん、ブロリー、6枚、6パック。やったぜ、ブロリー、6ブロリー。で、5点ときまして、トランクス、5点癖、クリリン、18、ブルマ、ガンマ1号、2号に、ドクターヘロ、カリン様、レモンチュライ。そして、マゼンタ、カバイン。スーパー、ゴアノココ、アルティマティ、ゴアノココ。ゴースト、ピッコロアリバーに、ゴースト、ピッコロアリバーは、心ダブル熱いね。ダブル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 シークレット、シークレットがね、同じキャラっていうのは本当珍しいと思うわ。ピッコロピッコロご飯ご飯だからな。いやー、よかった、無事にコンプリートすることができて本当にありがとうございます。ということで、今回はドラゴンボールマンスーパーチョコレートのね、開封レビュー動画でした。6月11日まで、あとは18日か18日だから、いやでも長いな。
まだ2週間ちょっとで、いや、長えわ、筋トレ頑張って。待ってるか、早く言って、笑う、シェールもコンプでできたしな。それではまた次回、次のね、ビックリマンの開封動画で、ね、お会いしましょう。最高、やっぱビックリマンだから最高のシェールだったな。見て、この並び。まあ、ちょっと俺的にはブロリーが少ないなって感じはするけど、ブロリーもっといてほしかったな。ただ6ブロリーできたから、ほんと大勝利中の大勝利。ありがとう、ブロリー。6ブロリー、ほんと嬉しいわ。